はい、皆さん、こんにちは。キムチです。英語落語やってます。はい。さあ、オーラリングを使って、グダグダなキムチの睡眠の質を向上させよう、質を高めようというですね、キムチの指輪物語。再生数は大きく伸びておりませんが、案外ですね、やはり同じような悩みに、思っていらっしゃる方とか、あと、心配してくださってる方ですね、が、なんか楽しんでくれてるみたいです。感想とかですね、メッセンジャーとか LINE とかで送ってくれてですね、大丈夫とか、すごく興味深く見させてもらってるよって、なんか情報あったら教えるね、なんていうことをですね、言ってくださいます。本当にね、気持ちはそういう意味ではですね、人に恵まれております。ありがとうございます。はい。さあ、また今回もですね、パジャマ姿で出ておりますが、内野さんのね、パジャマ、マシュマロガーゼね、前回ブルーだったと思うんですけど、これ、今度はグリーンです。買っちゃいましたよ。追加の購入でございます。やっぱりめっちゃいい。めっちゃいい。ということでですね、こう、かゆみで寝てる途中に起きるっていうのが、圧倒的に減りました。圧倒的に減った。まあ、ちょっとね、こう、保湿とか薬の塗り方も、皮膚科の先生の指導が変わったので、ちょっとそれもあるのかもしれないんですけれども、基本的にですね、寝てる時に、うわ、起きちゃってる俺、みたいな、そういうのってかなり減りました。そういう意味では、まあ、睡眠の質という手前の部分の、こう、かゆみで起きるっていう、あと、かきむしると、こう、血だらけとか、こう、ほんと、皮膚に溝ができるぐらい、こう、なんか、自傷行為してるのぐらいの感じの、傷跡とか出たりする時があるんですけど、そういうのがですね、相当減りました。そういう意味では、本当にですね、この、内野さんのパジャマを紹介くださった、方、感謝しております。ありがとうございます。買っちゃいました。で、ただね、もう11月じゃないですか。ちょっとね、寒い。これ何にも着てないので、なんか、これ多分、春夏用とかじゃないかな。夏秋用とかじゃないかなと思ってるんですよ。で、こう、冬用のパジャマをまた入手しなきゃいけないということでですね。またちょっと値段がですね、価値があるものなので、ちょっと数字がですね、キュッと上がっちゃうっていう状態で。実はですね、今日、さい、先日は前の歯のですね、インプラント手術をやってですね、今3ヶ月のこのダウンタイムっていうんですか、ちゃんとした歯が入るまでのですね、待ってる状態なんです。で、ってことはですね、インプラントの、これがかかってるわけですよ。もうね、前歯で上ってね、もうね、もうほんとね、募金箱置きたいぐらいなんですよ。恵まれぬ気持ちで愛の手をっていうぐらい、まあ、ちょっとですね、お金がかかっているので、かといってね、人前に出る仕事をしてますから、やらざるを得ないということを今やってるんですけども、ちょっとね、その辺のお小遣いとの相談をしてですね、でも、やっぱりね、まあ、風邪をひいてもいけませんから、早くね、冬のパジャマをゲットしようと思ってるんですけども、ちょっとね、考えて購入したいなと思います。また購入したらね、紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、前回は、スマホを持ち込まないっていう課題をですね、自らに与えて、臨んでました。守れない、これ。難しい。どうしてもね、持ってっちゃうんですよ。こう、本を読む。もうなんかね、こう、YouTube ちょっとかける。もちろん、こう、ブライトネスっていうのはちょっと暗くしてみるんですけども、Amazon プライム、こう、流しっぱにしたり、動画流しっぱにして、こう、ちょっと本読みながらね、そうすると、こう、ジョンジョンジョンとか、ビービービーってなんか光がポーポーポーなるわけですよ。守れてる時もあるんです。守れてない時もある。禁煙失敗した方の
方ならわかるかもしれないです。自分ももう十何年以上、禁煙して十何年以上になるんですけど、その前何回か、3回か4回ぐらいですね、挫折しております。まあ1回ぐらいいいだろう、1本ぐらいいいだろうみたいなところと一緒ですわ。今日ぐらいいいだろう、今日ぐらい許してみたいな感じで、スマホを持ってきてしまうことで、結果また見ちゃってるっていうようなことがある状態ですね。でも、自分はですね、一応禁煙は成功してるんだけど、なんか変な禁煙パッチとか、なんか禁煙外来も行かずに、朝起きて、あ、今日もうタバコないから、今日からやめよっかって言って、もう十何年経っておりますので、できないことはないと思うんですよ。自分を信じて、生きていけばいいさと、みたいな感じでですね、行きたいなと思ってます。はい。さあ、そしてもう一つですね、あ、二つあるのかな。ちょっと前まで服用していたネナイトっていうやつありましたよね。あれ30日飲み切りました。で、まあ、結果としては体感するような感じの、おーっていうような感じの変化っていうのは、正直自分の中ではなかったですね。こう、内野さんのこのパジャマとか、こう、ベッドパッドのようなですね、こう、かゆみが格段に減ってるなんていうような、こう、喜びに溢れて報告するようなことはちょっとなかったです、残念ながらね。で、いよいよ今回グリナっていう、味の素のグリナっていうやつをですね、試してます。もう何日か経ってるんですよね。まあ今こうやって使って減ってきているので、だいぶ毎日飲んでます。だいぶ毎日飲んでます。日本語おかしいですね。毎日欠かさず寝る前に服用してですね、試してます。さあ、それで結果というか、感想なんですが、その比較してるわけじゃないですよ。だからネナイトという商品がどうっていうことじゃないです。あくまでこのグリナというものの感想です。ね。あくまでグリナというものの感想です。朝起きた時のスッキリ感。お、今日って睡眠の点数いいんじゃないっていう、このスマホのアプリを開くまでの間の期待感っていうのは、このグリナを服用するようになってから一気に上がりました。というぐらい朝起きた時の、目覚めた時の感覚っていうのがいい。あれ、今日いいじゃん、これ今日いいじゃん、絶対睡眠スコア良くない？ん？っていう感じなんです。期待に胸膨らませてアプリを立ち上げるようなことが、こうあれですよ。もう合格が分かってるの状態ででも確認しに行く大学受験生のを、終えようとしている高校生みたいな感じですね。受かってるよ、私受かってるから。ああ、やっぱりみたいな感じです。だからそういう意味ではいいと思います。で、なんて言うんだろう、こう、ただ、その最初のこのグリナが、最初に、こう、なんていうかな、PR ポイントとして、こう、初期睡眠っていうんですかね、最初の、就寝してからの最初のこの90分とかの強みが、これはあるんです、みたいなところにおいては、そこに関してはあんまり変わらないかなって。というのは、自分は別に不眠じゃないので、もうストーンと寝れるんですよ。寝ようと思ったらスッと寝れるので、眠れないっていうことは、最初の気合を入れすぎた時以外はないので、基本的にはスッと落ちるんです。ただ、スッと落ちるのが、もっと深くに落ちなきゃいけないのが、中途半端に寝てこうなってっていうようなことが多いのが悩みなんですね。そういう意味においては、このグリナがこう PR しているところには、まだ効果としては感じられるものではなく、効果で数値としてね、アプリの数値として見ることができないかなというふうに思ってます。ところが、でも、朝起きた時の期待感、スマホを見るという期待感においては、圧倒的に強くなってます。アプリを開くのが楽しみです。今まではね、どうせな、今日も悪いんだろう。今日も悪いんだろう。そのグッドの次に悪いのが、グッドはまず、グッドからが、まあ、いわゆる、両優の、大学の成績で言うと、両優なのかな。あ、かなのかな。そのもう一個前、ペイアテンションっていうのが出るんですよ。ペイアテンションっていうのが出て、ペイアテンションは良くないっていうカテゴリーに入ってるんですよね。このアプリ、オーラリングのアプリによるとね。あ、今日もペイアテンションか。っていうのは、今まででした。ところが、
このグリナを服用するようになったから、楽しみであること、楽しみになってきました。結果、ペイアテンションっていう、表示が出てても、あ、でもいいや、すっきりしてるから、みたいな感覚はあります。で、味もですね、グレープフルーツ味ということで、風味として、なんかこう、香り、感じとしてはすごい、ただ、これ、インターネットのどなたか書いてたんですけど、ちょっとね、気持ちが悪くなるような時がある。なんかこう、胃に、こう、なんていうのかな、もたれるじゃないですけど、なんか、うってなるような感じに、感覚に襲われる時があるので、ちょっと人によっては相性が合わないかもしれないです。で、自分は、まあ、許容範囲の、なんていうのかな、違和感だったので、毎回あるわけじゃないし、なので別に、むしろこう、得られるメリットの方が大きいので、これはちょっと、これは継続して服用してみようかなって思ってます。でね、そういったいろんな試みが、積み上がってきた効果なのかわかりませんが、ちょっとずつですね、覚醒時間がない帯、帯域というか、時間帯というか、そういったものが、出てきつつあります。まあ、こんな感じの画像を見てもらえたらわかると思うんですが、ストーンとですね、ないところがある睡眠が増えてきたっていう状態ですね。そして、このね、このオーラリングのアプリっていうのは、その前日のアクティビティの量と前日の睡眠の質でですね、今日の睡眠、あ、アクティビティの数字っていうのが決まるんです。ですから、睡眠時間が短かったり、睡眠の質が非常に悪い時っていうのは、アクティビティの数字が300とか200みたいな感じで低い数字が出てるんです。で、今日はまあゆっくり体力回復に集中したらどうなんていうアドバイスが書かれたりしてるんです。で、今まではですね、だいたい自分は400ぐらいなんです。で、睡眠の質が悪かったり、睡眠時間が短かったりすると、明らかにちょっと遅くまで仕事しちゃったりとかね、早起きしなきゃいけないとかいうので、こう、短縮されてるような場合は300とかっていうのを見たことがあります。で、今回ね、初めてね、500っていうのを見ました。500。で、そこに書いてあったのは、昨日はなんかすごくいいアクティビティだったみたいだね。そして、すごくいい睡眠とったみたいだね。みたいな感じの語りが書いてあるんですね。これはちょっと嬉しかったですね。で、ディープスリープ、深睡眠のパーセンテージもちょっとずつ上がってきてる。これは嬉しい。ということで、なんていうんだ、初めてですね、こう、アプリのこう数字を見て、堂々と皆さんに少しずつ睡眠が改善してきてると思いますというようなことを報告できる喜び。これが今回ですね、一番嬉しいなと思う動画、この撮影してる中でですね、思うところです。そしてもう一つ、前回無印良品でこうポトポトと液を垂らしてね、アロマストーンというか石の上に垂らしてこう匂いをね広げるなんていう、リラックスしてっていうのがあったと思うんですが、今回ですね、もう一人部下がおりまして、私にはですね、その人間が、遅くなりましたということで、誕生日プレゼントくれました。ヒビというですね、アロマなんですけども、こう、マッチを吸って、その10分間なのかな、そのマッチの香りをですね、こう、楽しんでもらうっていうですね、これをですね、くれました。やっぱり、寝る前にシュッとマッチを吸ってですね、その香りを楽しんでリラックスしてくださいっていうふうなことはですね、まあ、部下なりのですね、優しい配慮、思いやりだと思います。本当にありがとうね。いつも感謝してます。はい。ということでですね、またこれも使っていきたいなと思います。あとね、ちょっと顔に出てるか分かりませんけど、まだ動画いつ投稿になるか分かりませんが、先日ね、とある YouTube の撮影をしてきました。その撮影は何かというとですね、鍼灸です。鍼灸も鍼灸なんですけど、美容針、美容師。顔にね、こう、刺して、いろいろこう、改善していこうということで、自分はね、ほうれい線とこの目の下のクマっていうのをね、なんとかしたいっていうリクエストを出してやってもらったんですが、当然、こう、刺してですね、リラックスした状態でいるということは、ほら、交感神経ではなくて、
副交感神経を刺激するっていうことになりますよね。ということで、この副交感神経を刺激するものとであり、さらにこの顔がね、シュッとなるということでですね、美容針をね、ちょっと定期的にお邪魔しようかなっていうふうに思うようになりました。値段もね、その、お高いでしょっていうようなですね、そんなふうには、じゃないんですよ。なので、お財布にも優しいということで、電話で予約してですね、行ってくるということで、これからですね、そういった、こう、シュッとなると同時に、副交感神経も刺激して、より高い睡眠の質を目指すというですね、そういうことをやっていきたいなというふうに思ってます。さあ、次回の宿題ですが、とりあえずですね、スマホを持ち込まないというものを継続してやっていきたいと思います。次回ね。またその成果をですね、皆さんにお目にかけたいなというふうに思ってます。あとはまあ枕とか、ちょっとね、その枕のお店に行く時間を確保するのが今難しい状態なもんですから、そういったところですね、また逐次報告していきたいと思います。はい。さあ皆さんもね、この動画で得た知識、経験、商品をですね、使ってみて、使ってみてもらえたらなと思います。そして感想を聞かせてもらいたいと思います。そして自分が知らない情報ですね、こういうのやってみたらどう、ああいうのやってみたらどうっていうのがあればですね、ぜひぜひ教えてもらえたらなと思います。一緒にね、睡眠の質向上していきましょうよ。はい、それではチャンネル登録、そしていいねですね、押してもらえたらなと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様です。